岐阜県麦郡上の穂村、点在する農家のいくつかは村を捨てていった人の廃屋。7校あった小中学校も4校に統合、残った校舎は副次工場の作業場となっています。昭和22年から13年間に1000人も減り、ここでも人口流出は激しくなる一方です。事態を重視した村議会は子孫繁栄を目的とした繁栄条例を制定しました。出産3人目は1万円、4人目3万円、5人以上5万円。村長自ら祝い金を持って梅を増やせよと奨励。過疎が生んだ切羽詰まったアイデアです。結婚相談所を設け、定住する縁組にも手当を出すサービスぶり。ところが都会の吸収力は強く、この日も岐阜市へお嫁入り。若い人がまた一人減りました。帰ってくる人、しかしそれは先祖伝来の土地を捨てきれず、隣町から村の田んぼへ通勤する老人。今村の将来はひとえに繁栄条例の効果のほどにかかっているのですが、